はい、どうもニールです。今回は3回目になるんですけど、知ってるとねちょっと便利になる小技をやっていきたいなと思います。まずね、今後ろに剥製の土台があって、そこにねダミー人形が乗せてあります。まあ、本来はねこんな感じで剥製を乗せるんですけど、ダミー人形はどこから取ってきたかというと、ダミー人形っていうアイテムがねあるんですけど、実はねダミー人形のところに剥製をね入れることで、この生物たちもねこんな感じで、まあ、土台がない状態で置くことができます。かなりちっちゃいんですけど、あれに比べるとかなりちっちゃいんですけど、こんな感じでねちゃんとポーズもね変えることができるんで、こういう風な感じでね飾ってみるのもいいかもしれません。二つ目は食料回復についてやっていきたいなと思います。今ねここにいるのはボス戦でね回復薬としてねかなり使われるダイオドンを連れてきました。このダイオドンは食料値をね消費することで味方の生物たちを回復させることができます。ただね一回ボス戦やった後かなり消費してて、自分でね肉を入れて E ボタンをね流しすることで回復させられるんですけど、これだとね全然回復しないんですよ。そういう時はね大量に肉をインベントリにね入れてあげて、描写界まで一旦離れてもらいます。そして離れたらねもう一回近づいてきてインベントリを開くと、こんな感じでね食料値が完全に回復しています。まあ、これを使えばねかなりの速さで食料値をね回復させることができるんで、連戦とか行く時にはね使えるのかなと思います。次は火山とかね結構危険な生物が多いエリアでテイムする時に、眠らせた後に肉食のね恐竜たちが襲ってくるんですよね。でテイム完了する前にどんどんね攻撃されて、テイム効果がね下がって、もしくはね食べられちゃうなんてこともあると思うんですけど、そういう時はまずインベントリにね餌をも大量に入れといて、さっきと同じで描写外にしてあげます。こうすることで描写されていなければ肉食がねいたとしても襲っていくことはないんで、そのまんまねテイムまでいけるかなと思います。次は今ね天帝の洞窟に来てるんですけど、天帝の洞窟でねプルロビアに、まあ、奇襲されてやられたっていう人少なくないんじゃないかなと思います。邪道メインを使うことでこのね騎乗解除攻撃を防ぐことができます。やり方としては、ただね地面に入ってるやつに向かって歩いていくだけです。こんな感じですね真正面から攻撃を受けることで騎乗解除されずに受けることができます。はい、ではね次は水中を探索しているとだんだんねスタミナを消費していくんですよ。こんな感じでね止まっててもちょっとずつね消費していくんですけど、このねスタミナは恐竜からね一旦降りてあげます。そしてまたねすぐに乗ることで一気にね最大まで回復することができます。他にもね椅子を海底に置いてあげて、そこにね座ることでも一応ね回復することはできます。ただね間違いなくね生物に乗り直した方が早いかなと思います。椅子はね他にも使い方があって、こんな感じでね椅子を置いてあげた後に望遠鏡っていうアイテムを持ってもらって座ります。そして右クリックをね長押しするとこんな感じでめちゃめちゃね遠くを見ることができて、なおかつね普通のね望遠鏡の時だと黒くね囲われてたと思うんですけど、完全にねクリアで見ることができます。こんな感じでね遠くまで見えるんですけど、見えすぎて逆にやりにくい感はありますねほらあんな感じで遠くのねお城も見ることができます。ではね次はアークをやってればね必ずやるであろう、ブリーディングですね。
ブリーディングをするときに擦り込みっていうのをやらなきゃいけないんですけど、そのね、擦り込みをするときに、いろんなアイテムだったり、まあ、一緒に散歩したいとかね、いろんなね、条件が出てくるんですけど、そのね、アイテムを持ってなかったり、ちょっとね、めんどくさいなって思うこともあると思うんですよ。そういうときはね、この空の低温ポットってやつを使って、一回ね、しまいます。で、その後ね、もう一回、こうやって出すと、さっきね、肉が欲しいって言ってたんですけど、一緒に散歩へ行きたがってるっていう風に変わってます。こんな感じで、一回閉まってからね、出してあげることで、またね、この条件が再抽選されるんで、どうしてもね、アイテムがないって時は、使ってみるといいかもしれないです。ではね、最後なんですけど、今ね、育ててるのが、メスのね、ティラニックスなんですけど、このね、育ててる個体がメスの時だけ、多分ね、使えるんですけど、やり方としてはね、完全に成長しきる前に、抽選ってところで、交配を可能にしておきます。で、こっちのね、オスも交配を可能にしておきます。で、この状態で、この子がね、成長しきるまで待ちます。はい、ではね、そろそろ成長しきります。ここで成長するとどうなるかというと、こちらです。成長しきりました。しきった瞬間、なんとね、卵を産みます。なぜかね、成長しきる前に交配させておくことで、成長しきった瞬間にね、次の子をね、産ませることができます。はい。では今回も、知ってると便利なね、小技を紹介してきました。もしね、役に立ったよって方がいたら、グッドボタンとね、チャンネル登録してもらえればなと思います。他にもね、こんなのあるよっていう方がいたら、コメント欄にね、お願いします。ではまた、次回の動画で、バイバーイ。